神社に犬を連れて行ったら、不思議なのか何なのかわからないけど、数年前にある有名な神社に行ったんだけど、その時バッグに犬を入れていた。神社を見て回っている時、獲物を吊る隙、みたいなのがあって、嫌な感じがして、この犬は獲物ではないです、と言いながら通り過ぎた。それから数日後、夜中の2時半頃に家のインターホンが鳴った。ちょうどその時、数年前に亡くなった母の遺品を初めて整理していたので、とっさに、母が来た。と思い、母、来たなら好きにくつろいで行ってね、遺品整理してるよ、と心の中で言って遺品整理を続けてた。1時間くらいして、もしかしたら泥棒だったかも、と思い立って、インターホンの録画ボタンを押したんだけど、何も映っていない。家族を起こして、実はこういうことがあったと言って防犯カメラを見てもらったけど、何も映ってなかった。うちは外が砂利なので人が歩いてたら音はするはずだが、その時は物音も聞こえてなかったので、やはり母だったか、と納得することにした。それから数日して夢を見た。悪魔のような男が家に訪ねてきて、私と犬を見て、まだ生きてたのか、という夢。起きてから気持ち悪くて、こんな夢を見た、と書きつけておいた。そのあたりから犬が具合悪くなり、病院で見てもらったら、重度の腎不全ということで、あっという間に1週間くらいで亡くなってしまった。後々調べると、神社には動物を入れるなと表書きがあったらしい。神社の裏に、無念で亡くなっただろう人のお墓もあって、そこでもなぜかお参りしてしまった。しかも日が暮れてきていて、暗くなっていたし、それが悪かったのかな。今も後悔してるけど、もうどうしようもない。犬かわいそう。神社に犬禁止は割と常識かと思ってたけど、初詣なんか行くと、普通に散歩させてたり抱っこしながら歩いてたりする人もいるんだよね。家のそばの神社はペットのお守りが売ってたり、みんな、自由に犬を連れて入ってたので、その神社もその感覚で入れてしまった。と言っても、犬は完全にバッグの中で外からは見えなかったんだけどね。老犬なので、多分その時はバッグで寝てたと思う。だけど、まだ生きてたのかって、言ったのが神様だか悪魔だかだったのなら、犬は私の身代わりになったのかも。とかわいそうでならないよ。生贄を求めるような神様だったのか、もっと注意しないといけなかった。似たような経験がある。インターホン鳴らされた後、心の中で迎え入れたのも悪しかなと思った。よく言う、招かれないと入れないってやつ、たまにいるから。そうなんだね。思いっきり、心の中で招き入れてしまった。母だと思い込んでた。迂闊だった。神様か悪魔か何なのかわからないけど、仏教で言われる、畜生、みたいな感じで動物を見ているなら、今の時代、動物は家族の一員として大事にされてたりするんですよ。と教えてあげたいです。